ペラグラは、代謝内分泌疾患の一つで、内野心欠乏症である。ペラグラはイタリア語で、皮膚の痛みを意味する。内野心の不足状態は、そうじて他の栄養も、不足している状態が多く、ペラグラを発症するリスクが高くなる。ニコチン酸アミお及びビタミン B 群の投与により、治療する。内野心は必須アミノ酸の一つであるトリプトファンから、体内で生合成されるので、 トリプトファンが欠乏することでもナイアシンが欠乏し、結果ペラグラを発症する。臨床的には、血中トリプトファン濃度の低下を生じていても、血中ニコチン酸濃度の低下を生じないこともある。ナイアシンがトウモロコシにはないため、トウモロコシばかり食べていると、初期症状として皮膚が剥離していき、火けした後のように皮膚がピンク色に変化する。そして、 罹患者の顔面から始まって、全身、舌がひび割れて、胃腸障害など様々な症状が起きる。最後には、精神異常を罹患者に起こす病である。遺伝病であるハートナップ病の患者はペラグラを発症する。また、トウモロコシを主食とする地域でよく見られるが、トウモロコシの内野アシンはアルカリで処理することによって吸収されるようになる。ペラグラは季節性で、 日差しが強くなる上に食事の内容が主にトウモロコシ製品に偏る春から夏にかけて起こりやすい。遺伝、トウモロコシ以外の原因として栄養摂取障害があり、極端な変色によって発症した例が報告されている。日本から北朝鮮に帰国して日本に脱出した人によると北朝鮮ではトウモロコシしか食べられない多くの人々がペラグラに罹患した。 抗線過敏による皮膚炎を発症したペラグラ患者ペラグラは内野心不足に加えて日光に当たることによって発症する。まず抗線過敏症が生じ、顔に左右対称の赤い発疹が出る。その後、消化管全体が侵されて吐き気、嘔吐、便秘、下痢などの症状が現れ、舌と口に口内炎が生じる。また、喉や食道にも炎症が起こる。 症状が進行すると、疲労、不眠、無感情を経て、脳の機能不全による、錯乱、検討式の喪失、幻覚、健忘などが起こり、最悪の場合死に至る。ジョセフ・ゴールドバーガー1735年に、スペインで記録されたのが初出で、トウモロコシを常殖していた地域で患者が多く見られた。ゲーテが、イタリア気候に、同地で発生していたペラグラについて記していて、 患者がトウモロコシや蕎麦を常食することからの変色ではないかと推察していた。この頃、イタリアからバルカン半島では主食のポレンタをトウモロコシの粉から作るようになりポレンタしか食べていない農民や貧困層にペラグラが多く発症していた。20世紀初頭に至ってもアメリカ合衆国では致死率50%を超え毎年10万人が死亡していた。 最初は、細菌感染によるものと考えられ、病原菌を検出したと主張する科学者も現れたが、アメリカの医学者、ジョセフ・ゴールドバーガーは、細菌感染説に疑念を抱いて、患者の血、分泌物、排泄物を直接摂取してみたものの発症しなかったことから、栄養障害によるものではないかと考えた。彼は、同じトウモロコシを常食するものでも乳製品や肉、野菜を、 日常的に摂取している人にはペラグラが発症しないことに着目し、肉や乳製品に含まれる何らかの栄養が不足することが原因であると1926年に発表した。その後1937年に至ってコンラット・エルベヘムがレバーから内野芯の抽出に成功し、内野芯を補うようになってからペラグラによる死者は亡くなった。ありがとうございます。